愛好郡愛川町にある蓮華神社は関東でも有数の主権堂の霊場であったと言われています。毎年3月28日の春の例大祭には主権堂時代の名残りで今でも火渡りが行われています。道場内の悪魔と自身の心の悪魔を断ち切ります。金剛笛知恵妙理な剣な将棋を断ち同じく無名を断じて和軍を合戦バザラダンカン。蓮華神社九勝三昧日渡り修行と一派本日三系の面々身体健全息災延命七難即滅疾風即消諸願成就改良満足一挙当社開智列祭全礼。東西南北場外四方の悪霊を道場内に入れないため矢を放ちます。の剣族を強領して南方を保したもんカールが家に知り結界金剛たくばうん願文日渡りする信者の願いを本尊に述べ読み上げます。東海平等レトキエ平成26年3月28日炎上まっしえやまってもす。釈迦如来の心の水でもある千畳無垢の聖水を本尊に備えてから点火します。
道尊の三昧であり、一切の悪魔、煩悩、煩敵を降伏し尽くし、安穏解説を得るという不動尊の寛大な心を今日笑うことにより習得し、実践的な修行としているのです。おー、やるの？うわー、すごい、すごい、大変だ。一般の観客にも火渡りが許され、ことごとく清らかになった本尊の深い心でもあるこの道に、無病息災を願いながら火の道を渡ります。